おかえり。どうやった？え？どうやった？楽しかった。できそう？え、もう入部するよ。もう決めた？うん。大丈夫？明日試合入れるかもしれんからさ。え？ほとんどボール取れてなかったけど。え？ほとんどボール全然取れてなかったね。いや今日入れるわ。え、だって言ったもん。だってユニフォームもまだないやろ。え、ユニフォーム明日もらいに行く。ん？私？これ。ほらほら、一番頑張っとる人映して。パパの一番頑張っとる人この人やで。一試合まるまるキャッチャーした。試合した。試合した。大人が守って子供が一生打つんねんけど、一生キャッチャーしとった。何人おる B チーム？ピッチャーは。10人。今日来とったのは11人か11人。ピッチャーは子供？うん、大人が全部大人がバッティングの練習って感じ。しんどい、死ぬ。ダイエットにしかなってないで、入部するって言うてきたん。うん、なあ、パパするとは言ってないよ。ん、あれユニフォームをもらったりするだけ。違うよ。ん、えらい、どうなってんの。何て言ってんの。お前はどうしたいかやって。あ、入りたい。続けれそうなん？テニスどころじゃないで、しんどさは。うん、なあ、しんどいで。うん、え、よ、だって4時間半耐えられたの。そこじゃないわ。耐えられたし、打てたし、打てたって、そのな、うん、お父さんちゃんと話した方がいいね。どうすんの？入りたいです。めっちゃ簡単。シャワー入れてこい。めっちゃ簡単ですけど。だってユニフォームあんねんて。うん、お風呂かやろ。ズボンと、うん、ベルトと、うん、靴下、この3つだけあったらいいですって。うん、おい、まあ、ダイエットにはなると思う。うん、うん、うん、他の子を見たけど、うん、まあピッチリした服着て野球のユニフォームって、うんうんうん、ダイエットで行くの？いや、あんだけ脂肪がついてる子はおらん。おらんよね。うん、まあ、太りすぎやわな。ほんで今まだ入りたてやから、うん、基本的に心がする練習ってランナーない、うんうん、チームのレギュラー陣の練習、うん、守備の練習のためのランナー、監督が打って、うん、子供らが心が走る。うんうん、めっちゃ走ったなお前な、今日一人でな。で、七波はもう遊び疲れて寝とる。だって俺、あれ、ムカつくぐらいな、リーリーリーこうやってやったなあ。めっちゃ笑われたし、みんな恥ずかしい。ふざけとったあかんねんで、うん、みんな真剣にやってんねんで。うん、いや、そういうのもな、一回入ってみな、学ばれへんや。うん、うん、だから一回入ってみろ。心、その服に着替えたと思って。その服に着替えたら怒るで。なんでまたパジャマ。うん、ありえん。なんでもう寝るの。心くん、LINE 呼んで。 LINE 呼んでって、かっこいい、かわいい服着てねって送っとうから見て。頼むわ。あいつすぐパジャマ着んね、一回お風呂入ったら。ありえんやろ。2回お風呂入らなあかんの。え？え？ちょっと、動画がしまらないわ。おばさま、どうにか言ってください。もう手に負えません。母、手に負えません。